岡大学の入学式に来ています。会場にはすでにたくさんの人が集まってきています。早速新入生の皆さんにお話を聞いてみましょう。どんな後輩に出会えるのか楽しみです。今の気持ちお願いいたします。大学生活で、楽しみなこともあるんですけど、一人暮らしとかなんで不安なこともあって、いろいろ頑張りたいと思います。今日はすごい緊張してて、これから昨日から一人暮らし始めたんですけど、結構大変でちょっと不安もあるんですけど、いろんな友達いっぱい作って頑張りたいと思います。ちなみにどちらから来られましたか？富士市です。山梨です。将来の夢何かありましたら教えてください。幼稚園の先生になりたいと思っていて、幼稚園教諭の免許と保育士の資格は取っておきたいなと思っています。観光に興味があるので観光業に就きたいと思っています。入学される学部学科教えてください。はい、教育学部の国際理解教育専攻です。はい、今の気持ち率直にお願いします。すごい緊張してます。でも楽しみです。サークルはちょっとまだ決まってないんで、これから先輩たちがサークル紹介してくれるので、それ見て決めようと思います。将来の夢とか何かありますか？将来の夢は、飛行機の客室乗務員になりたいです。もう今日はもう天気はこんなですけど最高の気分です。ありがとうございます。夢に向かってこれから羽ばたくんだなと思うとすごく羨ましいですし、これからも背中を押して見守っていきたいと思います。今の率直なお気持ちを教えてください。あまりまだ実感がなくて、とりあえず入学式は入学式で楽しみたいなと思っています。静大に入って何かやりたいことなどありますか？まだ決めてはないんですけど、とりあえずサークルや部活に入って大学生活を充実したものにしたいと考えています。嬉しいです。お孫さんに何か一言あれば。一生懸命頑張って、お孫に4年間十分楽しんでくるようにって言ってるんですけど。どうですか今の気持ち？いや、もう寮でいろんな人と仲良くなってたんで、今日は同じ学科の人とちょっと仲良くなれて、いろいろ良かったかなと思います。また新しくいろいろ始まるので、ちょっと一歩踏み出したかなって感じです。なぜ静岡大学を選ばれたんですか？担任の先生の娘さんがここに通ってて、それですごい勧められて選びました。一応言語のなんか仕組みとか比較言語コースっていうのがあるんで、それに進みたいなと思っています。一応出版社に勤めたいなと思っているので、それに向けていろいろやりたいかなと、思ってます。やっと終わったなっていう感じです。本人も気に入っているようなので、楽しく過ごしてもらえればいいなと思ってます。私名古屋から今日長谷さん来ましてね、久しぶりに会ったんですけどね、なんか随分大人になったなと思って、今腕組んで歩きましたちょこっと。ありがとうございます。長く一緒に過ごした家から離れて、自分で過ごすようになるので、頑張ってください。応援してます。ゆうすけ君これからも頑張るんだよ。また名古屋から応援してます。フレッシュな新入生の様子に私も2年前の気持ちを思い出しました。静岡大学で今後どのような活躍をしてくれるのか楽しみです。